願いします。今日の皆さんにこう健康に役立つ情報を今日もお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、ここに書いてます、コンビニスイーツ、コンビニスイーツ、スイーツですね。私もですね、もうコンビニはですね、もう毎日行きます。もう大好きだから。ただまあその時にですね、ちょっとこう皆さんにこう健康に役立つ情報をちょっとお伝えしますね。例えば、よくね、お菓子ありますね。コンビニのお菓子も大好きなんですけど、まあ、ちょっと見ていただきたいのが、ここに書いてるんですが、裏を見ること。成分表ですね。ぜひ見てみてください。なぜかというとですね、こちら、隠れトランス脂肪酸。これですね、もともと植物油をですね、これを業務用に使いやすく、ちょっと加工したものが、実はトランス脂肪酸なんですね。でこちらが今あんまりこう健康にですね、ちょっとよろしくないと言われてます。例えばこう昔はこうマーガリンですね、植物油とかちょっとこういいですよって言われたんですが、今はマーガリンはちょっと控えめにした方がいいですって言われてます。マーガリンだったりショートニングだったり、こういうものが実はトランス脂肪酸の仲間になります、加工されたもので。これがですね、実際、コンビニ限らず、まあ、ケーキだったりとかクッキーとかラクトアイス、デザート、ビスケット、実はチョコにも実は含まれてるんですね。でこちらがですね、なぜ含まれるかというかと、裏を見た時にこのトランス脂肪酸とは書いてないです、おそらく。でもしかしたらマーガリンとかショートニングで書いてれば明らかにわかるんですが、よくファットスプレッドって書いてあったりとか、加工油脂とか植物油脂って書いてあります。実はこれがトランス脂肪酸なんですね。で例えばチョコですね、チョコの例えば安いものも実はよく見ると植物油脂とか加工油脂って書いてあります。でもともとチョコっていうのはココアバターで本来は作るべきものなんですが、どうしても業務用としてちょっとこうね、値段とか安くするためにこういうものが使われてます。で裏見たときに、成分表見たときに、材料の順番で先頭にあるものの方、先頭に近いものの方がその量が多いということで、皆さんここはよく見てみてください。でなぜこのトランス脂肪酸があんまりよろしくないかというと、1番、インスリンの効きを悪くする。例えばこうやって甘いものを食べたらやっぱり血糖値が上がって、こう下げるときにインスリンというホルモンが出るんですが、でそのインスリンが働いて血糖値を下げようとするんですけど、このインスリンの効きが悪くなるので血糖値が下がりにくい。でもう一つ、悪玉コレステロールを増やしてしまう。だから、まあ、こういうリスクがあるということは、実は動脈硬化だったり糖尿病だったりとか、そういう体のちょっと不具合を生じる可能性がありますということと、あとここですね、この油、私たちのこの体っていうのは細胞でできているんですけど、この体によろしくない油、トランス脂肪酸を取ることによって、この油の質が細胞の質になりますね、私たちの。なので、トランス脂肪酸はできるだけ控えてあげた方がいい。で、このトランス脂肪酸が細胞の機能をちょっと狂わしてしまうって今言われているので、もう先々やっぱ健康を考えた時にはできるだけ全部避けるのは難しいんですけど、こう裏の成分表を見ることで少しでもそのリスクを減らせることができるので、なので、ぜひですね、皆さんお菓子を食べる時も健康的に、あ、これちょっと入ってるかなっていうんだったら、まあちょっとですね、ちょっと控えてあげるとか、ぜひ裏の成分表も見てみてください。はい、では健康的に、はい、お菓子もですね、ぜひ食べてみてください。はい、小川でした。また次回の更新をお楽しみにしてください。ありがとうございました。さよなら。